江の島のシラス丼。なシラスと釜揚げシラスを半々に盛り付けている。シラス丼は、シラスを使った家庭でも一般に食される、丼料理である。シラス丼は、基本的に飯を持った丼の上に釜揚げシラスなどを乗せ、タレや醤油などをかけて食べる簡単なもので、卵の黄身や、ネギ、青しそ、刻み海苔などの薬味を乗せて食べることも多い。 マグロなどを混ぜ込む場合もある。具材に釜揚げシラスを用いる丼ぶりは、産地では決して効果ではない、ありふれた家庭料理だが、シラスの漁獲量は年々減少している。シラスの水揚げが多い地域は、相模湾の茅ヶ崎、片瀬から寿司、葉山に至る湘南海岸周辺、鹿島灘、駿河湾、遠州灘、熊野灘、紀伊水道、瀬戸内海、宇和海、 シャコタン半島沿岸など、全国津々浦々に存在する。その他の地域では一般に、冷凍シラスが流通しているが、風味や食感は釜揚げに比べると劣る。しかし、あらかじめ凍ったシラスを、熱々の飯に乗せて、ルイベ風に食すシラス丼もある。なお、シラス丼が普及したのは冷蔵庫の普及によるもので、あるとされる。生シラスを用いる。 生しらす丼もある。しらすは鮮度が落ちやすく、品質管理の難しさの割に単価が低い。よって、水揚げされたしらすのほとんどは、加工工場に搬送されるため、生しらす丼は、主に漁港近くの店舗で提供される、観光要素が強い。神奈川県の鎌倉市、逗子市、葉山町、藤沢市、茅ヶ崎市などでは、湘南しらすとして、 神奈川県のプライドフィッシュに認定されており、数多くの提供店がある。その中、生しらす丼を提供する店もある。静岡市駿河区の持舟漁港では、持舟漁港祭りの目玉として生しらすやしらす丼を取り上げており、しらす漁の体験乗船なども行っている。また、漁港には、生しらす丼を提供する漁港直営の丼ぶりハウスがある。 和歌山県湯浅町観光協会では、地場で水揚げ加工された釜揚げシラスに醤油や薬味なども地場産品を用いて、奇襲湯浅のシラス丼と呼称し、飲食店などに観光 PR を行っている。協力店は10店舗強で、観光協会がパンフレットを配布している。兵庫県淡路島では、北アージブランド推進協議会と淡路島、岩屋漁協が、 淡路島の生しらすとして2011年からブランド化を図っている。ありがとうございます。